セリエキ司会 YouTube チャンネル新企画将棋飯散歩。千駄ヶ谷にある勝負飯を今日は食べ歩きたいと思います。今回食レポするのは私山田琴美と和田亜希です。よろしくお願いします。では早速東京将棋会館からお店まで歩いてみます。日替わりメニューでその時はハンバーグを食べました。旦那さんは何食べました？私も日替わりメニューのハンバーグ食べました。一緒に食べたよ ね同じ空間でね、ちょうど同じ対局の日で、ね、なんかどこまで食べてるかなってちょっと、ね、様子見たよね。なんか確かにね、ちょっと、ね、ちょっとね、あ、ハンバーグね、マッシュポテトがついてて、 それも美味しくて、そう今どの辺とか言ってて突然話しかけてきたみたいな。そう、あれね、美味しかったね。美味しかった。ピクルスとか、あ、ね、いっぱいついてたよね。ついてご飯と、うん、あとあれだよね、結構日替わり、そう、いっぱい、そう、ね、そう、日によってメニューは違うんですけど、ハッシュドビーフとか、ビーフストロガノフ、うん、よく頼んでる人多いよね。あ、そうだね。今寒い時期だし、まあ、それ温まるし、そうだね。トッピングとかもしてる方多いですね。何トッピングする？半熟卵とか、よく見かけます。突然系だ。半熟卵、うん。そう、半熟卵、一回やってみたい。感想教えてやったら、うん、でも絶対合うよね、美味しいよ、美味しいものと美味しいものだから絶対ね、うん、美味しいよ、はい、すごい美味しいと思うね。でお店も来たことは、うん、あ、そうだね、うん、一回、はい、2人でね、その時もハンバーグ一緒に食べてね、そうだね、ハンバーグ食べて、うん、デリ選ぶの楽しかったよね、うん、いっぱいあるからメニューも、いっぱいデリがたくさんあるから、うん、でも全部おしゃれな感じで、ね、美味しそうだから、ね、ちょっと迷ったよね。そうだね、ハンバーグもデリも一緒だったよね、結構、うん、食べた気がする。似たものを頼んじゃうから、うん、今日は違うの食べる。そうだね、違うタイプで、で土日限定でドリンクも来たんだって、お店は、うん、ね、日替わりメニューも豊富で、ね、ドリンクも、ね、ドリンクがお酒もある本当だ、ワインとかビールとか本当だ、今日はね、のあるよね。料理が届きました。私が注文したのは豚肉のスパイシーソテーサラダ添えです。私が注文したのは鶏肉のマスタードクリームにマッシュポテト添えです。美味しそうだね。はい、じゃあ、はい、いただきます。いただきます。
美味しい。美味しい。マスタード。うん。幸せ。幸せ。幸せ。美味しい。うん。サラダになってる。あ、本当だ。野菜もね、いっぱい取れるね。器がなんか可愛いよね。ね、可愛いよね。あ、これあれじゃない？デリーの。うん。何頼んだ？サーモン。サーモン。もう。サーモンとデリー。私ナスもにした。なんかカタカナで。うん。ご評価されてるんだけど難しくてなんだろあんまり聞いたことないおしゃれだったね、うん、ね覚えられなかったピクルスが好きなのつけてるんですよ、うん、つけてるどう、うん、お店のピクルスは実際に、うん、まあ、食べてないけど食べてみようかないつも好きなことごちそうさまでした。めっちゃ早かったね、食べ終わるの。美味しかったね。美味しかったね。もくもくと食べてたよね。うん、幸せな時間だったね。美味しかった美味しかった。お腹いっぱい。幸せ。ね、野菜取れるから、ね。あ、そうだね。健康にもね。いいですね。ピクルスはどうだったいくらでも食べれる。本当美味しかった。美味しかった。ちょっと穏やかな気持ちに今なってる。どういう気持ち？この後消費させないとね。そうね。ちょっと一回昼寝挟みたいね。眠たいね。眠たくなってきたね。はい、皆さんもぜひルキャルに行ってみてください。